ここだ。いや、いいホテルっすよね。落ち着かなくて逆に寝れねえ気がしてきた。Sorry, bud. ったく、のんきなやつだな。やられた。あいつスリだ。なんですって？おい、財布返せこの野郎。ああ、待ってやこの野郎。カズカ、土地勘のない俺らが闇雲に追っても拉致が開かねえ。ばらけて追い込むぞ。リトルジャパンの方はこの時間工事してるから追い込むなら南のビーチ側だ。よっしゃ、あの野郎をビーチで追い込むぞ。頼みます、キリュウさん、富澤。分かった。おう、止まれ。殺すか。ここは倒産。おっしゃ、キルさん、中身確認してください。ああ、助かった。I don't recognize you. Did you come from the mainland? Yeah, not here. A guy like me won't die of exposure. Hey, there's work here, too. At least that's what I heard. Kasuga, そいつを話してやってくれるか。いいんすか？警察に突き出すのも面倒だ。今日はいろいろあったからな。さっさと寝たいんだ。キリュウさんも結構優しいっすよね。もうすんなよ。俺、もう行け。ああいう連中は多いのか。地上の楽園なんて言われるけどよ、ハワイやアメリカで一番ホームレスが多いんだ。そのくせ物価はべらぼうに高い。噂じゃアメリカ本土の州が自分とこのホームレスをハワイに誘導してるって話もある。はした金をつかませて地上の楽園ハワイで人生をやり直そうって綺麗事を並べてな。要は自分とこから出た厄介者をこっちに押し付けてんのさ。その結果がさっきみたいなやつだ。地上の楽園、その実態はアメリカの吹きだまりってか。知ってるが、北太平洋には大きく4つの潮の流れがあるんだけどよ、ハワイはその渦の中心にあるんだ。だからそのバカでかい海域に漂うゴミが全部ここに流れ着くのさ。文字通りハワイはゴミが流れ着く場所なんだよ。お情けをかけるのもご結構だけどよ、きっとあいつはまたやるよ。それしか生きる方法がねえんだから。え、あかねさんは10日も前からあの家には帰ってなかった。ああ、大道ジッパーの調べによるとそういうことらしい。でも千歳はそんなこと一言も。お前をはめたメイドだったな。はい、あの晩も茜さんは明日帰るって言ってたんすよ。そもそもその千歳って女は本当にメイドだったのか。主人の客人、まして実の息子に昏睡強盗なんて仕掛けるわけねえだろう。でもよ、じゃあなんで千歳はあの家にいたんだ。それは知らねえけど、真相は千歳本人に聞いてみるしかねえ。盗まれたままのパスポートの件もある。まずはその千歳って女を探すか。そうっすね。富澤、盗んだパスポートを金に換えるにはどんな手段がある。まあ業者に買い取ってもらうだろうな。業者？
盗品を買い取る連中がいるんだ。パスポートの買い取りなら、まああいつだろうな。なんてやつだ。ワイキキストリートでクソまずいタコストラックを出してるジェフって男だ。タコスはあくまで表向きでよ、裏じゃスリやホームレスから盗品を買い取ってんだ。他人のパスポート買い取って何の得になるんだよ。さあな、どっかに横流ししてるんだろ。千歳もそのジェフってのに春日のパスポートを売ったかもしれねえな。かもな。奴の裏稼業には日本人の客も少なくねえ。おかげであいつ日本語ペラペラだ。富澤、今からジェフのところに案内してくれるか。え、今からかよ。ああ、手がかりがあるなら急いだ方がいい。いや、今日はもう無理だ。よりにもよって月曜の夜10時だからな。連中に目つけられたらしまいだ。連中？来てみろ、ちょうど出てきた。なんだあいつら。ハワイのマフィアだ。バラクーダって呼ばれてる。ここら一帯は連中の縄張りだ。組織の規模も新参者の病とは比べ物にならねえ。面白いのは国も人種もごちゃ混ぜなところだ。普通マフィアってのは言語とか人種で固まるもんなんだがな。じゃあなんでバラクーダなんて集団ができたんだ。連中にも共通点がある。ほとんどが元ホームレスらしいんだ。ホームレスになった事情はそれぞれだろうが、その時の無念とか怒りみてえなもんは連中にとっちゃ人種とか言語よりよほど強いつながりなんだろう。月曜の夜から火曜の朝まで奴らはああやって繁華街を練り歩くんだ。ここは俺たちの縄張りだっつう無言のアピールってわけ。盾つく奴が言おうもんなら開きにされる。は？開き？連中を迂回してジェフって奴のところに行けないのか。いや、リスク承知ならいけねえこともねえけど。あ、おい、あそこ見ろ。おいおい、いくらバラクーダが羽振りいいからって。Yeah, I'll take care of it. Hey! Excuse me. Not so fast, asshole. Beg your pardon. Thought you'd get away with it, huh? What's in your hand? My wallet, right? Take him around with that. Somebody free! I don't want to get out! I don't want to get out! バカ、殺されるぞ。くそ、おせっかい野郎が。おい、Hell yeah! Not a world knows a pair of you to fuck around. Show that bitch right! Yeah, yeah, that's how you handle things. Hey, come on, bro. Leave his ass. Ah, shit. For real? Oi! Oi! 大丈夫か?待て、キリュウさん。お前らは見ない方がいい、多分な。あいつは大丈夫なのかよ。おい、ひでえ、マジで開きなのか。連中に見つかったら厄介だ。すぐにここから離れるぞ。急げ。立てるか。いいぞ。あれがバラクーダの見せしめ、通称開きだ。俺も
実際見るのは初めてだ。まさかあんなひでえなんてよ。大丈夫か富澤。大きなお世話だ。バラクーダに喧嘩を売って殺されたところで同情する奴はいねえ。警察だってうやむやに処理するだけだ。あんなのが野放しにされてるってのか。触らぬ神にたたりなしってやつだ。日本のヤクザだって扱いは似たようなもんだろう。悪いことは言わねえ。今日はもう引き上げよう。いくらあんたらでも連中丸ごと相手にすんな無茶だろう。あ、分かった。そうか。わかった。なんだ一番、寝不足か？ねえ、なんか寝つき悪くてな。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな。これ貸してやるから今夜使ってみな。なんだよ、睡眠薬とかか？そういうのは。いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうこと？てか分厚っ。お前こんなの持ち歩いてんの？ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね？仲良し！I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's gotta be worth at least $70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Hmm? Tomizawa ka? 久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか？いや。なんだお前ら。3日前、俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあ、どうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい、富澤。俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか？やっぱダメ？当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだい？まあ相場は30ドルってところかな。値切ればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでもあの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ、千歳。おい兄ちゃんたち。え、ずっと話聞いてたんだがよ、あんたらが探してる女は千歳っていうのか？な、ああ、何か知ってるのか？心当たりがあってんだ。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか？そうだよ、そう、そいつに間違いねえ。どこで見たんだおっさん？こいつだよ。これは風俗？デリバリーヘルスとかか。さあ、ホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたらさっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな。
目を奪われちまったよ。聞いたところじゃどうやらその店のナンバーワンらしいぞ。その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃん、ありがとうね。でもなんでこんな有益な情報を俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ、行きますよ。ああ。Hi, もしもし、ゲリーズラブキャンプです。あ、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え？おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。おお、マジか、ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか？名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安の悪いですからね。さぞやお困りでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。OK! では、うちのキャストの中で、飛び切り暇で人気ないやつを一名、そちらに派遣します。え？やだな。ていうか、お宅の千歳さんで、お願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気で、いつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ、千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここに起こしてくれるって。そうか。だが普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか。さあどうなんでしょう。待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか。外で会って一緒にホテルに行くみたいな。最近そういうのが多いって聞きますけど。詳しいな。よく利用するのか。いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね。そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな、勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。え、どこから？ここでーす。はい、はやーっ。うわっ、な、なんだ。春日様ですか？そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、春日。
なんだ、こいつじゃないのか。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ、こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てるんだろ。髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか、千歳。悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするせい、ぶん殴ってやる。おい春日、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。あの千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな。マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ、カスカ。はい。地獄を見せてやるよ。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリヘルプ。はいはい、お願いします。デリバリー、よろしく。デリバリー、なんだこいつら。そしてあの女、強すぎる。さて、とどめです。チェキンとビーフ、お好みは。ごめんなさい。これにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。お、おう。それではグッバイ。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。